一番はその大工さんがの希望といいますか、本人たっての希望で壊せずにいると。でそれはどうしてかという話から始まったんですね。これだけ自分で、流されずに残ってる家があるにもかかわらず、何にも今後活かせないのであればもったいないと。でこの家の調査することによって、少しでもね、人の役に立てるんであれば少しは恩返しできるのかなっていう話をポツリと聞いたもんですから、なんかそうですね、気持ちに動かされたといいますか。それで私がいろいろ Facebook なりを通じていろんなことを情報発信したというのが始まります。やはり周りの木造住宅が全部ですね、津波で壊されたっていうのもあるんですけど、基礎から上がプカプカ浮いてしまって全部流れたらしいんですよ。だから津波で何か硬いものがあって壊れるとかまだしも、基礎から全部木造住宅が浮いてしまって流れていったものが、この家だけは木造住宅でありながら浮かなかったと。で壁もちゃんと残ってますし、その辺が貴重ではないかということを投げかけたんですね。大工さん自身も丈夫に建てたんだけど、じゃあなぜなんだという突き詰めたところまでは自分ではわからないと。ですから専門機関が調べてくれるんであれば、その辺はわかるんではないかなと。ボンドなんだよ。ボンドですか。ボンドは水使っと弱いんだよね、ボンドっていうのはね。方法とかを先にもう大工さんの経験的な方法で、例えば針も鉄筋入ってるし、あんなの今最新の人が研究してますよ。大学の先生とかもしてますよね。あっちの下の床の小針に当たるところもうみんな鉄筋でアンカーしてて、ああいうのも誰もやってないから、今からでも真似する人いるんじゃない。今日映っちゃうと真似する人いるかもしれない。どうぞたまたま残ったんじゃなくて、ちゃんと残ってる理由があったと思いますけど、将来的には役に立つ。もう全然、今日見ただけでも瞬間、まだ来てどれぐらいですか。3時間も経ってない。1時間も経ってないけど、もう学ぶことがいっぱいありますよね。いや、そう願っています。もしそれ、本当にそういうことであれば、ここまで家を残してた大工さんの、なんていうんですかね、これから先というか、自分はお世話になりましたけど、自分の作ったものでこういう貢献ができたんだというものにつながると思うんですよ。わずかなきっかけかもしれないですけど、残ればいいと思っています。